福田康夫改造内閣は、福田康夫が第91代内閣総理大臣に任命され、2008年8月2日から2008年9月24日まで続いた日本の内閣である。福田政権発の内閣改造によって発足した内閣である。2008年8月1日に閣僚名簿が発表され、翌日正式に発足した内閣改造前に引き続き、 自由民主党と公明党との連立内閣である。改造後の記者会見にて、福田はこの内閣を安心実現内閣と命名した。自民党の全派閥に閣僚や党役員ポストを振り分けた。野田聖子消費者行政担当省や堀康介自民、政調会長など優勢民営化に反対した人物も起用され、挙党体制に配慮した人事とみられる。また、 厚生労働省の副大臣に、鴨下一郎を、経済産業省の副大臣に、高市さなえをそれぞれ起用するなど、閣僚経験者2名を副大臣として任命した。福田改造内閣がスタート。アフプブニュース、フランス通信社。2020年10月3日閲覧。自民幹事長に、麻生市住民執行部が確定47ニュース2008年8月1日。 首相を退陣表明、会見用紙、駆け引きで政治空白作ってはならない首相退陣表明、会見用紙記者団との一問一答、福田退陣、無責任極まる財界反応、山本外務副大臣が辞任、公認はおかず、ありがとうございます。